奈良県式上郡の範囲式上郡は奈良県にあった郡。1880年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。四季の上郡の井で中世までは白上郡を称した。天理市南部から桜井市の三輪山の再六、南六にかけての一帯である。桜井市の北部に橋墓古墳を含む巻目遺跡がある。 また、埼玉東海山古墳出土の鉄剣名に見える、若武大王は、有略天皇に否定されており、大王の各鬼宮が、四季軍にあった宮という意味であり、天皇の初世朝倉宮も四季軍の朝倉にあった宮ということなので、三輪山の南麓にある朝倉の地に、若武大王の各鬼宮があったと考えられている。日本初期の神山といわれ彦の天皇の言われは、 桜井市の中部から、柏原市東南部にかけてのいわれ地であり、数々の皇居の地として選ばれている。神宮皇后のいわれ幼桜宮、李中天皇のいわれ地王、桜宮、聖年天皇のいわれ亀栗宮、慶大天皇のいわれ玉穂宮、陽明天皇のいわれ池辺宗家屋紀宮。豪、和名類受賞に記される軍内の里。式内社。 演技式神明帳に記される軍内の式内社、旧高級領取調べ帳に記載されている。明治初年時点での支配は以下の通り。幕府領は、並ぶ行が管轄。は、村内に、自社領が、丸は、村内に、自社女地が存在。1、三輪村2、上島村3、朝倉村4、初瀬村5、上野郷村6、小田村7、牧向村8、 柳本村、ありがとうございます。